皆様、本日もご乗車いただきましてありがとうございます。この電車は美濃本郷ステーションがお届けするなるほどトレイン急行養老号西岡行きでございます。この電車は養老鉄道の話題はもちろんのこと、 JR や近鉄、名鉄など日本全国の鉄道の話題を情報発信する鉄分補給番組です。この電車を担当いたします乗務員、運転士、揖斐線担当、美濃本郷ステーション運輸区の美濃本郷駅長、車掌は養老線担当、田田駅長です。2名の乗務員が皆様を終点までご案内をいたします。まもなく発車時刻となります。お見送りのお客様は黄色い線の内側までお下がりください。ご乗車のお客様、車内にてお待ちください。まもなく開いております扉が閉まります。閉まります扉にご注意ください。出発よ よし、安全よし。美濃本郷ステーションがお届けするなるほどトレイン急行養老号、出発進行。皆様、改めましてこんばんは。美濃本郷駅長です。田田駅長です。全国の1億2500万人のナルトレファンの皆さん、お待たせしました。えいや、それぐらい皆さん着席早いですよ。おー、なるほど。なんか昔の特急電車みたいでいいですよね。はい、はい、1時間ぐらい前にホームに入線して、そうそう、ゆったりとお客様をお待ちするというね。はい、はい、今月も本当にたくさんのお客様にご乗車いただきまして、おー、ありがとうございます。おーおーおー、ね、この番組は皆様のおかげで成り立っております。ゼロが1個多いよね。ゼロが1個多い、ね、あ、おお、1億ね。はい、ということで早速ですが、今月もね、話題満載で参りますので、はい、どうね、養老鉄道ニュース、そして今月の1枚からスタートをしたいと思います。はいはい、今月の1枚は、はい、田辺駅長から、はい、はい、では参りましょう。じゃん、お、ハマナス。そう、これさ、はい、ちょっと右側見てもらうとあれだけど、はいはい、ね、なんか変なの立ってるでしょ。あ、なんか楽譜置いてあるやつかな。うん、違う札幌駅ですね、これ。そうです、そうです、はいはいはい。もうこれかれこれ10年以上前かな、うん、冬に撮ったんだけど、はい、これね、うん、デーデーだと、はあ、へさきが長いから、ほうほう、停止目標なの。その専用の定目を、はいはい、持ってくるのね。そう、あ、なるほど。あ、うんうん、ね、だから普通の特急車両って、うん、ね、後ろ映ってるけど、はい、短いけど、はい、DD 長いから、ほうほう、でお客さん乗るうち変わっちゃうと困るから、うん、なるほど、でここで止めるようにしてるんですよね、これあと浜那須の場合、伸びたり縮んだりが季節変動が大きいから、それもあるかもしれないです ね、はいはい、うん、札幌駅だと長い時ってもう DD がホームからはみ出してる時あるもんね、はい、怖すぎや、はい、あ、懐かしいね。はみ出したら、またそしてこのナンバーが1100って切り番いいですね。さすがで持ってますね、はいはい、北海道の旋回窓のデーデー51も懐かしい姿でございます。ではいいですか、次どうぞ。はい、じゃあ私、美濃本郷駅長の本月の1枚はこれです。あ、知ってるよ知ってるよ、知ってるよ。いや、だってほら、そろそろ飛騨牛の季節だから違うもんドナドナされた子でしょ。そうです、そうです。キハ85特集を昨年皆さんにご紹介しましたが、ああ、JR 東海からは、うん、ね、ね、はい、配信になりましたけれども、はいはいはい、はい、京丹後鉄道に、ああ、はい、移籍をしまして、そうね、関西線みたいに短くなったんだよ、ね、展望型の2両ってなかなかなかったんですけど、はい、はい、京丹後鉄道に、うん、第二の人生の地をですね、はい、求めて移籍して由良川鉄橋を渡るキハ85系改め KTR 8500型です。お、ね、天の橋立の近くですよ皆さん、はいはいはい、これでお出かけになってはいかがでしょうか。南紀みたい、そうなんですよね、はい、素敵です。はい、ということで、うん、こんな素敵な今月の1枚からスタートでございます。おい、では早速ですが、おい、養老鉄道ニュースいきたいと思います。おい、はい、お願いします。じゃん、はい、まあ、6月に入るの、今年は梅雨に全然入らないですね。お、はい、おかしいよね。うん、
ね、ね、全然ね、この頃ようやく暖かくなって、うん、暖かいじゃなくて暑くなって、いきなり暑くなって、うんうん、突然なんか春があんまりなかった感じ、ね、短かったですよ ね、 ね、うん、はい、ということで、まあ、田んぼは水鏡ということで、はい、毎年のことながら田んぼで寝そべる美濃本郷駅長の季節がやってまいりました。グッドでお願いしますはい、 TQ ですね。そして田んぼに水が張られると、天作で麦を作った畑では麦が今度はちょっと大きくなったかな、黄金の、もうでも刈り取りを6月の頭ぐらいに一気に行きましたね。ほいほい、はい、ということで、ね、もう今ほとんど麦畑も見られません。ほい、ね、はい、そしてまあこれですよ。ん、何これ。いやいやいや、並んだから。あ、もしかして。いや、もしかしてってなんだ。え、何これ、うん、え、毎日張り込んどったの。張り込んでない、たまたまこの日通りかかってですね。たまたまですって、っていうことにしておきましょうか。これね、はい、ほら、また後で出てくるけど、6月6日があったじゃない、66並びじゃない、ありましたね、したね、うん、いや、だからやっちゃったんかなと思って。やっちゃったってどういうこと6月6日張り込んだの。いや、張り込んでないちょっとだけずれた日ね。はい、ということで、はい、もう久しぶりにもこのシーズンインということで、はい、大垣1号に5月6月で2回だけ行きましたが、1回目は見事に大きく外れまして、はあ、イビセンは見えない状態でしたけど、出た、はい、今シーズン初の並びゲットでございます。ああ、ね、これは誰かさんがちょっと待ってとかさそう、なかなかいろんなタイミングで ね並ぶのなかなか難しい、なかなか、はい、ね、はい、1750列車と1761列車の並びでございます。あ、ね、はい、だってこれって切符出てなかった、6並びは。知らない。え、後で出てくるかもね怖すぎや。さあ次行こう。はい、はいはい、続いて、お、デーの24、これは多度駅ですか。これはるかさんからいただいたんやけど、 ありがとうございます。いつも改装入ったんだよね。何しに行ったの次の写真でいいですか。どうぞ。あ、台車。そう、どの台車が今回は。これね、桑名型だから、うん、624でしょうか、うんうん、はい、なんかさ、台車持ってってさ、うん、はい、また同じように持って帰ってきたから。削ってきたんですか。いや、だって削るんだったらこんなことしないよね。はい、うん、なんだろう、例の21の時なんかもなんかブレーキいじってたよね、うんうん、あ、そうなんですね、うんうん、はい、かも。ということで皆さん、この先頭についている624号車の台車が西大垣から東方まで編成ごと改装された後、はい、元に積まれて塩浜に行って、はい、行きました、はい、メンテナンスをしたというところでしょうか。みたい、はい、はいはい、ね、1週間ほど離脱してましたか ね。この頃運用が結構 ね大変だったんですよ。厳しかったよね。 D01 入ってるし、 D01 は塩浜に行っちゃったし、D の24も離脱だし、そう、後で出てくるけど TQ の03は絶好調だし。いや、全然養老線見ないんだけど最近。あ、そう、じゃあ次行きましょう、はいはい、そのうち出てくるかも、はい、そのまま24がこう帰ってきたんですが、はいはい、これ説明しなきゃいけない写真なんだけど、あ、これ本当は2連同士の交換ですね。え、はい、夜っていうか夕方は ね、はい、イビ線って、はい、2連主体なので、はい、イビ停泊にデーの24が5連泊ぐらいしてました。なぬ、ずっと帰ってきた後、なぬ、ただでさえ足りない3連なのになぜか2連の台数をしてしまう。あ、だからおそらく養老線で減車がすごく発生してるんじゃないですか。そうよ、そうよ。あ、分かった。じゃあやっぱ調子見るために、うん、ね、養老線行くと2時間帰ってこれないからイビ線は1時間ごとに大垣に帰りますから ね。カットでお願いしますよね、はい、はい、ということでイビ線ではね、この624がイビ停泊に入って、こう朝、これ朝一の560列車ですが、ね、はい、こうして朝イビから出てくる3連を久しぶりに拝むことができました。なるほど、光線的に言うと朝だよね、うん、そうです、うん、ここもう本当に早朝じゃないと、うん、ね、はい、うん、全くね、はい、綺麗に映らないんで、うん、はい、そしてですよ、これ話題の TQ03 ですよ。先月の写真また出してきた。先月の写真じゃない。あ、先月の田んぼはね、このね、1枚北側。怖すぎや。先月の田んぼはコシヒカリを植えるための水。これはあそこもう植わってるから。これ1枚南行ってね、今水張ってるから。ここね、今絶好調の初霜の田んぼ。初霜は田植えが遅いの。ね、酒米のね。そう、酒米じゃない。寿司によくなるやつ。あ、そうなの。粒が大きくて。はあ、はあ、うん、ね、もちもちして美味しい。
お米です、ね、一緒の写真で見えるじゃん。違います、やっぱ説明のいる写真ばっかりだから。ほらほらほら、ヨーロレールウェイファン625さん、ほら雲海って書いてあるでしょ、後ろに雲海あるじゃないですか。あね、あ、いや僕ここモニターで見てるってちっちゃいからさはい、でこの TQ03 が出場したじゃないですか、先月ニュースでお話したように。そうよ、ね、まだこんなピカピカなの。あんまり汚れてないの。いや養老線見ないんやけど、うん、なんやろ、指線でなんか足らなくなると出てくるようなイメージですね、うん、あんまり動いてない感じです。あ、そうなんすか、はい、TQ03 大事に使ってますねっていうことにしておきましょうか。はい、次行こうあら、ひび入ってる。うん、04、これはるかさんからいただいたんだけど、これ D04 ですか、うんうん、車はどっちですか。これどっちやろうな、クワナ型かな。あ、そうですか、うんうん、大型型、これ知らなかったな、うんうん、大丈夫これ、なんか、うん、鳥がヒットしたらしいよ。あ、バードダイビングですか。そう、バードダイビング、死んじゃったかなまあ結構な勢いですから ね、うん、あ、504側だそうです。あ、はるかさんありがとうございます。そうですか、治ったの。うん、治ってたよ。あ、本当、うん、ちょっと心配ですね、うんうん、これは別に西岡家でも帰れるんじゃない、いろんな部品に置いてあるから、うん、それって何、まさかあの623のガラスとかかもよデーの25もまだあるんじゃない、611のガラスとか、ね、だよね、はい、うんうん、そうか、でもよかった治ったならね、うん、はい、お、下野城だ。そう、なんかこの間、はい、写真撮らせてもらったの、はいはい、前のあるからって言うから前、あ、あー、なるほどなるほど、左側はよく見えないけどこれ下野城って書いてあるのね、一応カットでお願いします溶鉄祭りで売ってた駅名版だ。はいはいはい、そうそうそう、で下野城をお届けに行った。そうだ、新しいのと新旧並んだのよ。こう下の広告がまた渋いね。渋いね、これ現 UFJ らしいんだけど。おー、 UFJ 銀行、これ東海銀行系がこれになって。そういうことか、はい、あら、もうすごい歴史ですよこれ。はいはいはい、うん、残しとくもんですね、はい、うん、広告に駅名版です、はい、下野城、これ放浪のどらごついやつですよ。大きさ違うもんね全然ね。いや昔こんなにでかかったんやと思ってね。うん、はい、あ、これは貴重なカットありがとうございます。じゃあ行きましょう。おっと、これはこれさ、はい、どうぞ、うん、踏切ないじゃん踏切ないじゃんっていうか、うん、まあ入れないようにしてあるからいいんだけど、はいはい、これ危ないよねこれ新しい踏切を作ろうとしてんの、道路の。そう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 、これ国道のバイパス今作ってるんだけど、どのあたりですか。これ多分ね、うん、いつものところっていうか、あの国道421の国道かな。そうするとどの辺だろう、ソハラのあたり。うん、おお、そうですかね、新しい道路を作ろうってことですね。そうですね、でもさ今道路ってさ大体高架になっちゃうのに、はいはい、踏切珍しいよね。まあ交通量との兼ね合いじゃないですか、ね、うん、ねえ、そうですか、なんか1ヶ月後にそんな廃線になってるとこでもすっげえ高架になってるとこまで。なんちゅうこと言うんですかあなたはブルブル、おお、そうなんだ、ええ、でも制限高 4.5 メートルなんでこんなのがつくってことは結構大型車が通る道っぽいですね。そうですよ、北西バイパスだそうです、ええ、だからこれ怖いよ怖いよ、うん、あ、はるかさんから踏切は法律で新築はダメな、今新規設置でできないの、うん、あ、でも EF6500 さんが移設ならセーフなんて。ああ、そういうことか、だからどっかの踏切ちょめちょめしてここに持ってくる。なるほど、移設 ね、ああなるほど、賢い人いるもんだ、ね、うん、まあでも横にあの、ね、ガンダムがいるからすぐ壊してくるからね。壊すや壊す、結構このネタ気に入ってるこのネタ気に入ってる、ええ、あ、はい、進んでよろしいでしょうか。どうぞ、はい、お、西武電車。そう、これさ今までその下の電気連結機ってなかったんですよ。あ、黄色いとこ。そうそうそう、まあ、ついたのは新しく。そう、ついたの。 なして、うん、多分 JR のあの子たちとつなげるためじゃない。211系がやってきたから、先月紹介した。そうそうそう、 なんか壊れた時につないで、うんうん、統括制御するためにつけたんじゃない。あ、可能性あるね。ねえ、あの D 編成が TQ 引っ張ったみたいなね。
怖すぎや。そういうことでしょ。あ、そういうことです、そういうことです。あ、はい、はい、どうぞ。はい、危うく騙されそうになるところだった。はい、溶接ニュースじゃないじゃん。いや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 、もうこれはね、あの違うケーブルテレビ局を今ちょっと狙ってるのよ。四日市系のさ、あ、そういうこと、CTY とかさ、この辺のね、ほう、住民の人いっぱいいるから。CTY。あ、ほんで。今日 CTY 出てくるかな、どっかで。うんうん、多分ね、ディレクターがまた飛び込み営業しに行くよ。あ、なるほど。まあ楽しみだな、じゃんじゃん、ね、増えるから、うん、エリア増えるから、期待して次行こう。よし、よし。お、桑名駅、あれ10号線うん、何これ、なんかさあれか、え、10号線、うん、復活1周年と7ヶ月違う、記念列車違う、あ、違う、なんかさ、イビ線も入ったみたいよ。 TQ05? そうそう、はかるくん、うんうん、いや、はかるくんの筋みたい。あ、そう、懐かしいね、うん、例のあそこの西大垣ライブ見とったら、はあはあ、うん、昼間、動いてた、昼間、あ、買ってこないぞと思ったら、何しに来たの、うん、で、今度養老線にも入って、で、あれってさ、はあ、マイクも仕掛けてあるから、マイク、うん、これ映像だけじゃないんだよ。ほうほう、だから隣で通るとガタンガタンって、うわマイクも入ってるんやこれと思って。でもさ、昼間の時間帯さ、後で見てみるとさ、消されてるんだよね、うん、あらまやばいから UFO が通ったんですね。でこの TQ05 は何、わかんない、だから なんか試験でもしてるんじゃない。お、そうですか、試運転ですね、うんうん、試運転だもんね。なんか懐かしいですね、うん、なんかはかるくんまた来ないかな、ね、うん、あ、もしかしてドクターイエローみたいにこいつに積むの？あ、そうそう、ドクターイエロー発表されましたね、そういえば。ねね、引退だって。引退やって。ね、東海社はもう今度の1月でしょ。そう。東海な。カットで。なんかちょっと寒かったけど。だいぶ暑そうだったから。いやいや、うん。え、もしかしてそれ積むのこいつに？わかんないですね。わかんないですね。わかんない。でもその試運転筋で入って、うん、わし朝はちゃんと録画しといたんやけど、うんうんうん、でみんなに言ったら、おいいねえぞって言われたから、うん、ぜひ溶接さん、はい、機器を積まれた際には帯を黄色に、はい、試運転に取材で乗せてくれるともっと嬉しい、ね、あ、それ嬉しいな。さあ次行こう。はい、おっとっと、そう、多度駅長の大好きな元が1234。これさ、五井堂の元さん来てたんだよね。塩浜ですね、場所は、うん、いつもは用があると大体94、96が行かれるんですが、ねえ、でもさ、よく見てこれ、はい、右側のこう、なんか変なのついてるでしょ。あ、本当だ、なんか白い札ぶら下がってる。そうそう、次の写真見てもらう、いいですか。どうぞどうぞ、はい、どうぞ、これ、おっとおっと、休止中になってるの。一級ですか。そう、だからさ、わざわざ来てくれたんかな、この旧車がかかってるから、塩浜の元が、そうそう、なんか台車運んできたみたいなんやけど、五井堂元がやってきたんですね、うん、おー、いや、なんか古いこの台車持ってきとったもんで、うんうん、これ元さんの台車買えるんかなと思ってなんか TX ね、XT だった、つくばエクスプレスになっちゃった、怖すぎるああの台車だとか違うとかって ね、 ねちょっと聞きましたけど、ボロッチー台車、ボロッチー新しくないでしょ、うん、まあ、新しいとは言いませんけど、そうか、うん、でもたまに元もなんかこうやってね、なんていうの、運行調整してる時ありますよね。でもさ、これさ、うん、すごいよ、なんか9年ぶりか10年ぶりって言われたよ、並んだの元が2つ。あ、そうなの？そうなの？あ、まあ、来ても並ばないからね。並ばない、並ばない。一度なんか東方のイベントの時に並んだぐらいで、うんうん、この並ぶこと普通ないんだって。確かに素敵なところに並べてくれますよね、これ。うん、でもね、うん、これ高いとこから撮れなかったの。いっぱい人がいるから。そんな人いたの？いっぱいいた、いっぱいいた。ホームでみんないっぱい撮ってるから、うわ、みんな映り込むじゃん、これと思って。やっぱりマニアだね。ねえ、あ、やっぱりそうだ。快速急行京都さん、ビスタの台車。ってことは、この間さよなら運転した、はい、XT 君の代車ってことですかね。ね、ね、はい、うんうんうん、そうか、元さんね。そう、はい、だから立教の下から撮ったの。さすがですね、そこまで追いかけるところが。そうです、はい、あ、じゃあ次へ。おっとと、養老の橋に続いて、ひょっとしてまたこの様子は、多度の橋もさ、これ多度橋梁の手前ですよね。そうそうそう、やり始めたのよ。
養老鉄道枕木かなり PC 入ってきましたね。ねえ、うんうん、とまたあの例の言っとったあの段がつく多度駅長本郷駅長でカラス駅長とかいいね、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 そうか、うん、また一本大きかなでしょ、ちょっと分かんないですけどね。ほう、でもこの橋のところも全部並べて、これはどちら側ですか、南側ですか、うん、南側多度駅側ですね。そう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 、いやーこれー、うん、全部やるつもりでいるんかな、全線やりますかね。ねえ、まあ、確かに、うん、あの枕木以前随分、うん、以前でだいぶ昔ですけど、そうそう、あのペンキの丸が 1,2,3 ってあったでしょ昔あったあったあった、アーカイブ探してみて、ポチポチがね、そうそうそう、うん、あれで朽ちたあの枕木が分かったってのがあったけど、ね、うん、いやいよいよあ、まあ、前線的にやろうってことですかね。前線的にやるんでしょうね多分ね。五宝六鉄道さんケチってるってそうだよ、違います違います、違います、できるところから精一杯養老鉄道は頑張ってる。 SDGs とか、お、いいこと言うねっていうことにしておきましょうか。 SDGs だかプロセスチーズだかよく知らねえけどねえ、さらっと流しましょう。ああああああ次行こう、聞かなかった、冷たくされたからはい、そんなプロセスチーズを食べながら乗りたい冷酒列車。あら、あの冬の松坂列車が大人気ですから。今度桑名からはなくなったんだ ね、なぜか片方向きですよね。あんまり乗らなかったんやろか、わからないです。大垣発桑名行きばかりになりました、ね、まあ、確かに時間設定が大垣発がちょうどお昼の直前からなのでいい、ねうん、お腹空いちゃうよね桑名からがあるのか何か準備の関係か、そう、先に出来上がっちゃうから先に出来上がっちゃう桑名発だとよくわかんねえな時間的に、うん、はい、ということで7月7日から七夕から運行開始です、うんね、はい、7月に2日間、8月に1日、はいはい、9月に3日間ということで、うん、6回走りましたね皆さん。お、はい、ぜひ、ね、乗って飲んでよし、よし、沿線に出かけて取ってよし、よし、ねね、絡むのだけはやめてくださいっていうことね、はいはい、ラビットカーでやってほしいなこれいや普通のお客さんが乗れるの一両しかないからちょっとやばいかも、まあ、いいんじゃない、えいいんじゃない、いや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 、だからやっぱほろ酔い気分にね、こう揺られていや昼間の時間だと自転車も乗せるし3両になるとやっぱやばくないですか。あれつければいい、あそこにいるやつ一両いたよ、自転車乗せられそうなの怖い、一騎手平成危なすぎや、はい、ということで、はい、夏のレース列車楽しみでございます。さあ次行こう、出ましたよほらさっきさらっと言ってパスしたのこれ、そうそうそう、これ666ね、皆さん知ってますか、令和6年6月6日、うん、6日の日に取りに行ったんやろ。いや6日じゃないのこれそうなの、うん、6日だったら面白かったよね、 TQ06 と D06 が6月6日に発車ならいいんけど、うん、ちょっとニアミスそうなの、はい、うん、そうなんや、で、あのクリアファイルと6並び入場券が発売されました、はいはい、これ室駅、いいでしょ、室ってのは6と6で、うん、室ですよ、語呂合わせだね、室室いやいや、だってこれ多度駅で買えなかったんやって、ほら皆さん買ってきましたから、おこれすごい ね、うん、ね、いやまだ売ってるのって聞いたらもうないよ、これこの日だけなんだよね、お、はい、でね、これ何番かなと思って見たくて1回だけビリビリだけでまた貼ったけどね、これあの15番あ、いいじゃん、まだまだ、うん、そうそうそう、ね、1番じゃなかったんや、もうね、うん、前にいた人がいたんや、いた、あ、この間の誰がさんみたいにもう前にいたんや、もういたいたいました来るなって、ねね、本当はね順番数えてね66まで待とうかと思ったけどねでも1人いくつ買うか分かんないしね、あ、なるほどね、そもそもこれ見えないですね見えない、見えない、どこにも番号を保証するなんて書いてないしね、ね、はい、あ、はい、あ、ということで、ね、だから室駅と D06、TQ06、666ということで、ね、でしかもあの写真撮って、はい、すごいね、写真はついてるじゃん、もうついてる、うん、ね、ただで買ったのこれ、だってここに来ないと買えなかったよ、まさか大垣 もしくは西大垣じゃないと買えないって書いてあったじゃん、うん、で買ったの、だってそのためにわざわざそんなフリーキップ買うなんてことしないでしょ、と思ってさ、うん、あげる、え、いいの、うん、これ多度駅長の分、お、ありがとうございます、いやありがとう、ありがとう、
明日大雨かな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、嬉しいな、嬉しいな。お世話になりっぱなしで。うん、おい、はい。いや、嬉しいついでにさ、はあ、今日さ、僕さ、なんか来た？これ。あ、ラビットカーでブラブラしてたやつ。ブラブラしてた。ブラブラしてたよ。今日さ、届いたんだよね。来た。うん、来た。なんか、はるかさんとこも届いたって。で、皆さん、うん、今ね。そう。はい。いや、結構時間かかったからさ、ほうほう、忘れて。忘れられたら約束違反でしょうか。ねえ、うん、あれこれもしかしてここだけ外して養老鉄道祭りで一本1000円だよ一本1000円だよ、ね、よかったね。おお、これ綺麗だし、ただちょっと長いよね。僕いつもさ ここに装備してるのこれ名鉄バージョンだけど、ほうほう、これちょうどねこのおトイレのフックなんかにかかるから、おトイレね、トイレにさ屋根から下げたらそれ、うん、もうやめよう、まあ、そこまで年取ってないからまだ、はい、停車中は使用しないでください。一応もうこの年だとね、停車中は使用しないでくださいってネタ通用しないよね、今の若い視聴者にね。知ってる村さん、昔の電車のトイレ、電車のトイレに停車中は使用しないでくださいって書いてあったの。そう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 、札がなんでかわかるこれね。ね、名古屋駅なんか置いてあってんだよ、うん、置いてくん、垂れ流しなんですよ。わかりますか、トイレは箱があってドアがあるだけで、あとはレール見えるんですよ。そうなの。だから停車中に使用するとどうなるかっていうと、うんね、電車が発車すると駅にプレゼントが残るわけですよ。大変ですよこれはもう。ねえ、ねえ、なんか置いてあるぞ、なんか置いてある。ちなみにね、はい、応用バージョンでね、はい、あの停車中および瀬戸大橋の上では使用しないでくださいって電車もあったけどね。やばいな、それはやばい。なんでかはよく考えてね皆さん。よしよし。さあ次行こう。はい。ということで、はい、はははね、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、だからこう複数枚数買ってるからこの中の1枚がサドエキションのとこ行ったのね。おお、はい。ちなみにこれ何番？15番。15番。15番。ということはもっといい番号いっぱい持ってるね。あ、僕16。66にちょっとでも近づけようと思って。もっといい番号いっぱい持ってるってどういう。いや最後の66番まで並んで待っとったんかなと思って。待ってない、仕事行かなきゃいけないから。ありがとうございます。はい、もしこれ666枚売るって言われたら最後まで待ってくれよ。夜になってもいやまだ300枚しか売れてないんだよねって言ったら、その全部買います。366枚買えばいいんだけどね。ね。あー怖。あー、身の保護財閥ならできるかも。これでも先頭並んでさ、はい、300枚限定で300枚くださいって言ったらすっごい非常だよこれ。あ、終わりました。いや、ね、そんであのプレミアでさ、うん、あの1枚600円ねとか言って転売はダメですから。さあ次行こう。はい、皆さん、そしてこれですよ、先月お話してた Day の01がついに塩浜に行っちゃいました。行っちゃいましたね。最後の最後の融資を今日は拾ってきましたので、へ、ね、はい、これはあの、コシヒカリの田んぼです。だって5月の連休だもん。ね、ね、はい、うんうん、さあそして麦畑にもこれが最後かな、揖斐線で取ったデーの01、まだ麦小さいよ ね、うん、はい、ちょっとおさらいしましょう。3年走ってました、うん、大垣ケーブルテレビさんありがとうございました。30周年長かったね。この黒い板で始まった。違うな、これ2年目だよね。ね、うん、この、うん、こっちが先だよね。そうパンチボールが、うん、パンチボールパンチボールがこれ出た時に、なんだあの板、なんだと思ったもんね。なんだって感じでしたけど、って思ったんだけど、ね、うん、はい、そして揖斐川マラソンでも活躍をしました。デーのゼロですね。いろんなシーンを届けてくれましたが、まあ、これ元に挟まれて旧車になる前の元ですね、はい、うん、ということで塩浜へ入場されました。この頃さ、はい、元さ、はい、サンジのやつさ、ほう、なくなったかも。なんで？だってこれ次の日に走ったでしょ。ほう、うん、だからいつもだったら3時に出すやつが、いやいやいや、これ1回だけじゃん。いやー、なんかさ、ずっとさ、その日、ね、前日にずっと張ってた人がいたんだよ、うん、いつもだと、うん、ね、うん、あの川越で、うん、火の鳥が行って、うん、でその順番が、あれ違う階層が来たぞってなって、まあ、そうなんだ、これじゃなかったんやって。今までそんな階層なかったから、もしかしてあの例 の、 あの上がった時にダイヤちょこっと変わったよね。いや、そんなことはないと思いますけど。はい、まあということで今回はちょっと珍しいダイヤで塩浜へ Day の01が入場しました。そして早速レポートがあるんだよね、
まあ、ここで入りましたんで、まあたね、整備点検始まりました。はいはいはい、ね、はい、そしてもう剥がされてる右側注目、右側 601？ 右側注目、赤い、なんか赤い電車、赤い電車、あ、赤い電車の右側、そう、土台の上、そう、剥がされたラッピングがくちゃくちゃ、剥がされたラッピングがくちゃくちゃになってます、ね、あ、まあしょうがないよ、ラッピングだもん、くれないかなとかさ、いや、くれないでしょう、してるならちょうだいとか、くれないの豚でしょ、それは、怖すぎ、そうですか、はい、もう早速じゃあ、もう、はい、ラッピング見納めということですね、えい、はい、でさ、はい、6月に入ってから見に行ったらさ、うん、パテ塗り、もうパテ塗りね、もうパテ塗りということで、デーヌズルイ氏はおそらくマルーンに戻るんだと思われます、思われる、うん、ということで、いや、もしくは全然違う、うん、ラビット色になるかもしれない、なるほど、面白いかも、はい、面白いかも、ということで今月の養老鉄道ニュースでございました、はい、よし、帝国に終わるね、終わった終わったね、はい、はい、ということで、デーヌズルイ氏ラッピングが剥がされましたが、うん、今月の特集はラッピング、そう、鳴って楽しい、見て楽しい、ラッピング電車特集でございます。お待たせしました、じゃん、はい、じゃあ皆さん、電車じゃない人がいるよ、いやいや、なんかやり返せる感じ左側はこれ電車ですか、説明です、はい、ドン、多くください、はい、ラッピングはバスで結構おなじみです、はいはい、ちなみにこのバスめちゃめちゃレアだからね、また牛出して、飛騨牛大好きだもん、また牛出して、ね、はいはい、で、うんうん、右側はですね、うん、あのアイモード、ああいつの話や、いつのNTT ドコモのアイモードでもアイモードのね10連珍しいんだよこれ、あ、そうなの、うん、だって単車で動いてるから普段、あ、そっか、朝はね2つのラッピングがつながってるんだよ、はい、というように、うん、まあ、競技の意味で言うと電車とかバスにステッカーをボディに貼ってラッピングをするものをラッピングトレインもしくはラッピングバスと言いますけど、ほいほい、まあ、いろいろこの何解釈はぼやけてくるんですが、シールに限らず、まあ、塗装なんかも含めた特別なラッピングも、ね、ガチで塗装してるのもあったよね、うん、はい、広い意味ではラッピングとも言われますので、うん、まあ、貼ってるものを中心にしながら一部、まあ、特別な塗装も含めたラッピングも皆さんにご紹介をしたいと思います、うん、ね、はい、じゃあ行きましょう、いはい、ということで、今回たくさんの皆さんにご紹介をいただきましたが、一番あのご協力いただきましたのは、あの一番上に書きましたが、あの、うん、グローリーデイズさん、あ、ネット上でたくさんラッピングの専門店みたいな感じです、専門店ですか、専門店ではないけど本当にたくさんの画像を通信販売されてますので、もしご興味がある方、グローリーデイズでご検索いただくと、お、あの今日ご紹介する写真も多分出てくると思います、え、これ案件なんとか案件、これ何いやいやいや、ご協力いただいた方ご紹介してます、あ、ならいいんですけどね、はい、ゆずり100号さん、海藻9号、京都さん、プライドさん、北西線の沿線住民さん、他皆さんのおかげで特集が成り立っております、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では早速ですが進んでまいります、はい、はい、特集いきましょう、ラッピングトレイン1、うん、まずこれはもうやっぱり大垣ケーブルテレビさんはじめ皆さんにお世話になってるんで、まあまあ、まあ、ケーブルテレビ関連のラッピングから行くしかないでしょう、そしていつもお世話になってる CC ネット元さん、ありがとうございます、たるみですと、はい、じゃあ参りましょう、うん、まあやっぱこれ外せないよね、あ、はい、最後入場前に、ね、なるほど、はい、イビ線を走っていたデーノゼル大垣ケーブルテレビ、あ、 ラッキータウンはやらないね、うん、こういうやらせてくださいよ、やってくださいよ、カットでもね、はい、うんうん、ね、はい、そしてほら出ましたよ、あ、狙ってるところでしょこれ、あ、あ、四日市のね、うん、テレビ会社 CNS あ、違う違ういや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 、 CTY ですよ、はい、これは湯の山線ですかはい、ね、ね、はい、これ仙台ですね、うん、はい、ね、近鉄でもこのラッピング結構同じ、これが今現在の、あ、はい、でもさ、ね、これ、はい、なんかあの板ついてるのついてないか珍しいよね、これ、あ、これ板ついてたの普段、うん、いつもこれ今なんか板ついてるじゃん、あのなんかあの、うん、折り紙みたいな、湯の山線ですか、湯の山線、あ、多分だからこれ仙台だからすごく前の写真だからです、あ、そういうことね、はい、まだ板がつく前の、あ、ね、はい、ね、はい、本線でも走っておりますが、ほいほい、このラッピングらしいところといえば、この正面のドアの上で行き先表示だけは何もシール貼ってないからマルーンのままなんだよねっていうことやね、そういうことですよね、あ、なるほどね、はい、これ見てもらうと分かるよ、ね、そうやって思うとデーノゼロイチはすごくしっかり貼ってあったということです ね、バリ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 貼ってあったよ ね、あ、はい、はいはい、ね、はい、行きましょう、ほいよ、そしてやっぱり外せない垂水鉄道の CC ネット、はいはい、元須局ね、これさ、はい、そう
前の板めちゃくちゃでっかいよね。でっかいねこれ。じゃあ本物見たけどこんなにでかいのと思ったもん、うん、えっ、ー、と思って。俺1メーターぐらいあるよ。あ、ありますね。ねえ、これ何ちゃんって言うんですか。ん、いや、カンガルー。カンガルー、シーちゃんやったっけ。そのまんまや。元巣局の皆さん、コメントいただけませんかね。これ何ちゃんですか ね、これね。いや、大体あの地デジの時もそうやって、アンテナ持って地デジかってなっとった。あったあった、地デジか。懐かしいな。懐かしいな。はいはいはい。あーデータたるみですよって、お化けみたいな。いやいやいや。あ、やっぱそうだ、カンガルーのシーちゃんなんだって。ああね。うん、なんかおじさんカンガルーのって言うと、性能って言っちゃうけどね。さあ、次行こう。これ前の CC ネット。ああ、はい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 。あ、シーちゃん乗ってる。ああ、ね。ね、うん。この色が、現在の色に変わったんですね。そう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 。はい、同じ車でございます。もともとは三木鉄道からやってきた。あのでっかい板売るんかな。もう板欲しくてしょうがない。いやいやいや、売るんかなって。はい、CC ネットね。でも、はいはい、こうやってラッピングで項目をしながらね、うん、はい、はい、地域活性化もできますし、うん、何しろローカル鉄道にとっては、はい、このラッピングをすることによって、だって塗装代がさ、マニーが動くんだね、うん、だって、うんうん、広告料は入ってくる、はい、塗装はしなくていいあということでしょ。あ、なるほど、うん、だって今回のデーの01だって裏側でマルーンがはげてようが何だろうが関係ないカットでお願いします。確かにね、でまして塗装バージョンのさ、広告だったらさ、色濡れちゃうわけだよ。まあね、うん、濡れちゃうね、うん、いいね、うん、はい、ということで、うん、はい、この垂水鉄道、まあ、いろんな組み合わせが、あ、単車の場合は何と連結するかみたいなところもお楽しみですね。まあ、後ろのノーマルタイプもいいよね。いいですね、うん、もう今いないけどね。ね、いつのや。はい、次。はいはい、ラッピングトレインその2、はい、地域おこしや地域の文化キャンペーン関連のラッピングをご紹介したいと思います。信長さん、いろ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 信長は出てこないかもしれないな、まだ。あら、はい、これ荒野、ほうほう、南海荒野線の特急荒野です。うんうん、ね、高野山のね、うん、1200年の記念の、あ、ラッピングのね、はい、はい、空海ですか、はい、高野山は、ね、うん、ね、はい、1200年の時の特別ラッピングで、この流線形の高野号だけじゃなくて、うん、この貫通型の高野号もいますが、はい、あ、最長やったっけ。どっちが最長でどっちが空海だ。違う、空海です。高野山は高野山は空海です。 あっちはあっちは違うね。伝教師空海です。よしよしよし、ね、はい、そして、うん、はい、お待たせしました。出た、え、1200年、あ、はい、これあの比叡山の方ね、 あっちの方ね、こっちの方ね、え、はい、ああ、ということでこれは、読んでみて。これなんか暗い、やばい、なんかやばくないやろ。だってこれってさ、例のあのハロウィン、ハロウィンじゃない、ハロウィンタイプに見えるんだけど、これあの京阪の京神線ですね。はいはいはい、はい、ね、はい、同じく1200年、うん、ね、はい、最長の1200年でございます。だからラッピングの時期は一緒だったってことです、ね、一緒だよね、ね、うんうん、はい、ね、まあ多度駅長と美濃本郷駅長みたいなもんですよ。彼らも喧嘩しとったやろか。お喧嘩してないですけどね。喧嘩もしてないけど、あのライバルやったでね。ライバル、何のライバルだ。はい、そして同じく京阪ですが、はあ、ね、比叡山琵琶湖ってのあ、ね、うん、はい、こう地域のこうなんていうのかな、うん、名所とか、はい、ね、キャンペーンに合わせて、うん、ラッピングするっていう例結構ありますね。ここ写真だね、写真貼り付けてるみたいな感じの。そうだから京阪って割とこの、ね、こちらもそうですけど、うんうん、なんかこう全体上手に貼ってきますよね。全体だよね、うん、で最近 あの窓のところにね、少し絵が入ってるのがありますけど、このメッシュみたいになって、はいはい、中からも外が見えるんだけど、うん、ね、絵もちゃんと、ね、見えるような、絵が出るように、はい、ね、はい、ね、はい、一番初めにね、うん、わし、シンガポールでね、はい、見た、これ バスなんかもこうやって貼ってあって、はい、うわ中からあ、ありますね、ね、はいはい、あ、韓国とか行く人多いですね。多い多い多い、あの手のね、うん、外国多いよね、うん、皆さんなんかもうリクエストで、うん、パトデン脈脈、ね、これ、はい、多分このホルダー覗けるんだよ。カットでさあ皆さんのご期待通りかどうか進んでいきましょう。はい、はい、そして地域といえば、これは奈良線、はい、和歌山線を走っておりました万葉の四季号です。あ、ね、105系ですね。なるほどね、あ、はい、あ、うん、出てないね、
出てないね。そこか。出てないね。あ、厳備新幹線も写真貼ってた。なるほど、うん、お写真を貼るラッピングも最近確かに技術が、はいね、上がって、ね、結構出てきましたね、うん、はい、はい、ね、万葉、あ、伊藤さんね、うん、万葉まほろば線の愛称あるゆえこれらが出てきたというコメントをいただきました。そういうことね。なるほどなるほど、うん、ね、はい。そして同じ105系ですがこれは紀勢本線です。あ、ね、この色ね、はい、うん、はい、ね、これは普通の色に貼っただけみたいな感じだね。そうですね、ちょうどこの時にですね、うん、はい、紀勢本線全体をアートで飾ろうっていうキャンペーンをやっていまして、うん、あ、いろんな駅に絵が飾られたりラッピング電車も何本も出てきてですね、はいはいはい、あ、だ、ね、あ、あ、だからその今日のコメント完全我々無視ですよね、これ。ハローキティ新幹線出ると思います、ワンオン電車、水丸トレインって、もう全部出、もうただの希望コーナーじゃんこれ。いや、56テストさん、ワンオン電車ってさ、もうワンワン、はい、はい、いっぱいあるよな、ね、さあ、うん、行こう、はい。そして先ほど垂のオリジナル色がなくなったと言いましたが、元巣未来号です、ね、はい、元巣市政20周年を記念して、あ、みじまるトレインってもうなくなるってなんか出てたよ。あ、そうですか、うん、おだから7月からなんかあの記念のなんか乗車票をもらえるみたいなことを、ね、なんか近鉄のホームページに出てた。あ、そうですか、うん、はい、ちょっと特集の途中ですが後ろ電車でクイズの時間がやってまいりましたので、ほいほい、はい、まず桑名行きがやってまいりますが、うん、桑名行きは何が来ますかね。うん、とりあえず和紙出勤したのはね、定休の01、今日定休01ですか、はい、はい、この後大垣行き皆さん当てていただきたいと思います。うんうんうん、はい、デーの02がやってまいりました。はい、はい、桑名行き出港はデーの02です。うん、さあ大垣行きデー06、あ、定休06多いですね。デー04、デー04、デー04か、定休06、デー06、うんうん、はい、TQ、 さあ何でしょうね、 D の06いるね、うん、はい、ラビットか、うん、まだ姿は見えません。うん、もうなんかクイズ電車でクイズの答えとなんかリクエストがごちゃごちゃに入ってくるね。レゴランドラッピングD06、 DD51 は来ません。ミノホン号号正しくはミノホン号ステーション号ね、ね、ね、あ、うん、97、98は旧車ね、うん、さあ、ライト、なんかライト上だよ、ライト上で黄色いですよ。ってことはもう近鉄車で黄色いライトが1本しかいませんからね、うんうん、だってさ、もうみんな LED に変わっちゃったよね。そう、気がついたらみんな LED なんですよ。そう、近鉄車って、はいはい、だから近鉄車は唯一1本残った黄色いライトは今来た電車ラビットだと思われます、うんうんうん、もうライトで判断できるよね、うん、さあ、デーゼロに行ってらっしゃい。色はどうかな。ですよね。あ、当たった。ここで線路とか出てきたら大変ですからね。カッチョだよ。久しぶりに言えた。カッ。はい、ということで、間にケーキを入っとったけど。養老鉄道電車でクイズはデーム06ラビットカーでした。行ってらっしゃい。さよなら。ということで、佐渡駅長は今日はラビットカーで帰ります。はい、ああ近鉄車は揺れないからそうねいいね、ふかふかだしね、ふかふかだし、はい、じゃあ特集続きいきましょう。これです、はい、ということで垂ですと元巣未来号に後ろは CC ネットですが、はい、もともと地域おこし元巣市政20周年の前にですね、元巣、うん、のラッピングこの旧型で、あ、はい、元巣の PR 柿が貼ってあるね、はい、幕は文楽に柿です、はいはい、ね、はい、こんなラッピングもおりました。ほい、はい、ウーマちゃんです。三重県お待たせ、あ、出た。あ、来た来た。どういうことですか。来た来た。来た来たって。やっぱ、いや、ずっとさ、岐阜県ばっかりとかさ、うん、よそばっかりでさ、三重県来ないなと思っとったら、うん。そうで、もちろん三重県に敬意を表してますよ。ありがとうございます。はい、ね、このウーマちゃんでもだいぶ前ですよね。相当前だよね、これ。はい。ウマシクに三重のラッピングですよね、これ。はい。はい。はい、あの、伊勢のあたりをキャンペーンするときに、ウマシクにっていう表現が使われるのかなと思っておりますが、はい、よろしかったですか、はい、三重県の皆さん、はいはい、ありがとうございます、はい、ね、あら、後ろにくっついているのは VX5200 系でございますそして、はい、お待たせしました、はい、鳥羽島ラッピング、はいはい、ね、はい、これまだ今走ってますね、うん、はい、これ養老線に来ないかな、来れるよ ね足だけ変えたら、いや、そろそろワンマンじゃないよ次行こう、そうだよね、はい、うん、
そして中央線走りましたね、はいはいはい、DC 愛知ですね、うん、はい、愛知で、ディスティネーションキャンペーンの、うん、セントラルライナーの特別ラッピング、ねね、トップナンバーでございまして、もう車両自体も静岡へ転属してしまいましたが、はい、ね、黒いラッピングなかなか渋いですね、うん、これ撮るのめっちゃ難しいですよね、はい、楽もそうだけどさ、そうそう、なかなか黒いのね、ね、うんうん、ちょっとさ、はい、これ、マニアに挑戦してるよ ね、そうですね、はい、はい、ゼニトラレルライナ ー、 あー、セントラルライナーです、こすげー知ってます、セントラルライナーって若い人これも知らないよ ね、名古屋から全車、うん、あの整理券制のいわゆる指定席で出て、はい、そうそうそう、途中の多治見までは310円なりの乗車整理券を買わないと乗れなくて、そうそう、ライナー券みたいな、その先は自由席になるという、はい、ね、はい、着席定員制列車でございました、はい、はい、そしてもう貨物にもいますよ、これ DF200 アイミーですね、ね、はい、うん、横にあの名古屋の街の四日市の街の、そうそう、はい、ね、はい、シルエットが書かれている、結構人気なんですよねこれね、うん、うん、ね、なんかあれですね、 DD51 だったらこうデコボコだからなかなかこんなラッピングできなかったと思うんです、スルッとしてるからね、スルッと、はい、ね、はい、これもラッピングでございます。ほい、そしてこれちょっとあのんそんなに派手じゃないんですけど、うん、青い線はもともとあって、こういうレインボーカラーみたいなのが運転台のところに入ってますが、はいはい、これ愛知フラワートレインです。愛観の愛知環状鉄道ですよ。それはもうだってあちらにケーブルテレビのネットワーク広がりましたからね。あ、なるほどね、敬意を表して愛知環状鉄道ですよ。あ、ね、あんまり派手じゃないね、はい、でもね、うん、これすごい素敵なのはラッピングだけじゃなくて、フラワートレインだから車内にその地域地域のお花がね、はい、乗っても楽しいんです。なるほど、うん、ね、こんな列車もあります。そしてこれこれちゃんと出たよ、なんか、ね、なんかさ、うん、コメントにさ参議ないのみたいな感じで、はい、ありますよ、新しくラッピングされたんですよね、はい、地元の高校生がラッピングデザインして、はいはい、ね、採用されて、はい、でもこれね3両編成3人なんだよこれ、うん、バラバラの高校生がデザインしたものを合わせてんのこれ、ね、だから逆側全然ほら違うんだよね、違うんですよ、だからさ、ね、同じの来たと思えない、ね、思えないんですよね、はい、ただ3つの、うん、でも3つバラバラな割に結構なんか統一感があるように見える、ね、合ってるよ ね、いい感じです、うんうん、ね、あのこれやっぱりね自動電気連結器ついてないでしょう、あ、本当だね、うん、あ、本当だ ね、 ね、本当だ、うん、はい、まあ、211系もね改装されてきたので、はい、今後が気になるラッピングでございます、はいはい、そしてこれは上花線高岡のほうほうほう、チューリップがね富山といえば有名ですが、これは横にドアのところにチューリップの写真が入ってますね、はい、地元のチューリップの PR、はい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 、結構この地域密着型のラッピングもたくさんあります、うん、で、はい、こう観光客の誘致とかね、はいはい、にもいいでしょうね、これ綺麗にラッピングしますが後ろがノーマルなんであんまり違和感ないですね、あ、なるほど、はい、元の色を上手に使っています、はい、そしてあ、こいつもそういや塗ってたな、そう、これ一両だけでしたね、はいはいはい、うん、岐阜の高山本線80周年だったかな、うん、はい、のラッピング列車が迂回だとか金華山のロープウェイとか、はいはいはい、あ、違う、これは金華山のロープウェイじゃない、奥穂高の、ね、ロープウェイですね、はいはい、これはね、はい、ね、こんなこれ1両だけだったのがなんかね、そう惜しかったんですけどね、うん、狙おうと思ってもなかなかね、うん、そうそう、でこれ結構平日と週末で連結位置を変えれたから、はい、毎晩のようにあの名古屋の今なくなっちゃったけどぐるぐる回る転車台であっち向いたりこっち向いたりしてましたこの車あっち向いたこっち向いた、はい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 、ね、はい、こんなキハ85もおりました、これに浦川鉄橋を渡ってほしかったな、いや、あのお金を持ってる人はあのラッピングすればいいんだよ、あ、なるほど、お金持ってる人さすがに、はい、そして日立つながりでミニラッピングですが HC になりましたけど、いやこれさ、これゲロかったよね、ちょっとねセンスが大きすぎるんだよね、ね、うん、でもこのひだって字の中に元のひだのマークが隠れてるて、ね、うん、ね、でぐるぐるなんか回っとったんじゃなかったっけ、そう、いろんなものが ね、 ね、はい、というので、まあ、こんなミニラッピングもあります、ね、はい、そして長良川ですと、ほいほい、長良川のワクワク探検号という、うん、ね、川の魚、自然、森、はいはい、これを楽しむもので、車内も同じようにラッピングされているそうです、うん、そしてもう一個ね、あ、これほら横から見るとこう鮎と川の中がね描かれてるんですよ、いいですね、なるほど、うん、でもう一つ、長良川ですので言えばこの左側にアイラブ食品サンプル、郡上八幡で食品サンプルの町なんです、なるほどね、うん、でちなみにもともと
ウィーラブ長良川鉄道っていう車がいたんで、ラッピング、うんうんうん、もう狙ってたんですよ、ラブラブ。あこれ車内に飾ってあったよね、確か。よく知ってるね。でちなみにこの、はいはい、アイラブ食品サンプルって書いてあるのは片側で、はい、もう片側にはこんな風に食品サンプルの絵が書いてある。同じ車なんですよ、はいはいはい。で車内に乗るとこんな感じです。出たー、コーヒーこぼしてあるし、ね、これフェイクで、同じ本物のコーヒーザーってこぼしてでも分かんないからね。カットでお願いします。本物のケーキとかの椅子の上に置いて、あの座ったらめちゃくちゃ、ね、カットでお願いします。郡上八幡の、はい、悪いことしちゃいけませんよ皆さん、ね、うん、特産品の食品サンプルが車内に飾ってある。あ、ね、樽木町の釣り革もこんな風にバナナにしといたらよかった。やだ、ね、はい、乗られてはいかがでしょうか。あ土日の運行ダイヤは、うん、長良川鉄道さんのホームページ、ね、X で、うん、はい、あの紹介されてますので、ね、狙っていくのもいいですね。はい、ね、はい、じゃあ次はラッピングトレイン3、輸送運送警察関連の警察関連、これ出てくるよ出てくるよ、誰がさん言っとったじゃん、さっきパトって帰られたから ね、はい、お待たせしました、はい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 、これネコロジーね、はいはい、ヤマト運輸、はい、これですね。半分色違うんだよね。なんで半分か分かる、これ。えなんで半分か分かる、分かんない。ネコロジーってほら地球に優しい、環境に優しいでしょ、ヤマト運輸が車を走らせると、うん、まあ、CO2 たくさん出す、出すよ、ね、そしてあとドライバー不足、うん、でこれを解消しようってことで、うん、じゃあ長良川ですののそのレールバスに、うん、まあ、そんなにお客さんが満タン乗るわけじゃないので、はあ、一部だけ荷物を乗せて小荷物輸送をしようっていう、はい、だから半分なんです。えじゃあこの猫の書いたの方に荷物が乗る、どっちかってことはないんだけど、イメージイメージね、うん、だから運転台周りに荷物が乗るっていう、そのキャンペーンです、ね、そういうことね、はい、うーん、はい、ね、ネコロジーいいねこれね、うん、はい、北海道新幹線もなんか乗して走ったとか言っとったよね。なんかね、新幹線で物を運ぶっていうのもありましたね。ね、はい、はい、あとこれ、名鉄電車でね、インドネシア航空でしたかね、これ。あ、はい、飛行機会社のキャンペーンを、はいはいはい、鉄道会社がするっていう、ね、うん。パトカーはまだ出ないの。はい、ね、パトカーはまだ出ないの。パトカーそんな出してほしいの。あの袋、眠そうな袋を見たいから。眠そうな袋ね。よし、じゃあ行こう行こう。その前にね、あ航空会社で言えば、いやいや、ピーチですよ。ピーチ。はいはい、これラピートね、何回あーね、ピーチトレイン、いやこれ見て泣き出し子見たい俺、なんで怖いって怖い、泣くよこれ、格安航空会社のピーチですよ。いやいやいや、泣いてるのわし本当に見たもん、難波の駅で。あそうキャーって何が起こったと思ってさ、ほんだこいつがいた、やっぱ怖いんやって。怖い、まあこれ怖いよね、確かにこれ ね、うんうん、きっと大井のトーマスの次に怖いと思います。カットリアルトーマス怖いよ。目動くしね、うん、そう、はい、次行こう。はい、これでしょ、お話しました、お話しました、出た出た、はい、愛知県警、はい、これ名鉄電車のパト電、これ、いや、袋これ眠そうだもん、袋真ん中の子眠そうだよこれ、はい、ちゃんとあのガラスの上にあのパープーパープーの回転灯もついてますからね、はい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 、ね、はい、うん、ね、で2両で走ってくれりゃいいんですけど、後ろに2両赤いのつけるとね。ちなみにこのパト電4両編成と2両編成がいたんですよ、はい、あら2編成いたんですよ、はあ、ついに最後まで私は取れませんでしたけど、取ってる人は 2+4 のオールパト電取ってましたよね、6両のね。うわーすごいな、パトカー6連ちゃんですよ、絶対会いたくないですね。はい、はい、はい、次行こう、捕まるといけないから。そして近江鉄道でも走ってたパト電、あなるほど、滋賀県警、ああね、それ菊の御紋入ってるやんこいつ、菊の御紋入ってますよ。すげえ、横にはお姉さん映ってますよちゃんと、あ敬礼して、ああ、ね、いやこのよくこれこの御紋つけれたね、なんかこれつけたらダメって昔聞いたんだけど、うん、ついてるもん、すごいなこれな、滋賀県警の太っ腹ですよ、ああなるほど ね、うん、相当太いパイプがあるんだね。来月からこの放送なんかピーってなったらどうしよう、カットでお願いします。はい次、ほら京阪電車でも走ってた、おだから滋賀県警、滋賀県警がやるとこうなるんだよ、いや滋賀県警やっぱり緩いんや、すぎ怖すぎ、違う違う、市民の味方、ああなるほど、はい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 、うん、ね、なるほどね、はい、うん、ね、まあ日本中いろんなところにも、はい、なんか忍者列車とかプラレールとか、これ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 、はい、出せって言っとるんですよ、ね、次行こう、はい、はい、ラッピングトレイン4、ああ復刻塗装リバイバル関連のラッピングという、これ養老鉄道、違います、京浜急行塗装ことでんって書いてあるやん、デーの04じゃないよこれ、
これ四国の電車だから古都電。なんならそもそも京浜急行の車だしこれ。なるほど。はい。じゃあ行こう。大体皆さん忘れてますけど、うん、ラビットカーの帯ってラッピングじゃなかった？あれテープだよね。うん、ラッピング。はいはい。このラッピング巻くのに60万かかったって言ってたもんね。怖すぎ。怖すぎや。はい。だからご移動で B 更新して塩浜でテープ巻いたから、はいね、あのご移動から塩浜まで来るとき、ちょっとびっくり。元に引かれてるときってさ、ちょっとびっくりするようなオレンジ一色だったよね。ね、はい。なんだろうこれみたいな。なんだろう。ね。だからまあ最初に競技と講義っていうのを ねやったわけですよ。ね。テープ貼ってるからね。これ近鉄のデボ。うん、あの大阪電気の時代のね、はいはい。これは塗装じゃなかったかなと思うんですけど。これ塗装っぽいよね。うん、近鉄はでもリバイバルを今どんどん手引いてますよね。うん、なんでだろう。南大阪のラビット辞めたし、はい、デボも辞めた、辞めたんだよねこれ。し、あの5200 の, あの旧塗装、特急塗装も辞めましたよね。なんでやろう。うん、ね。ハローキティ500系新幹線皆さんありがとうございます、はい、次あまだいるんだって、これはまだいるんだ、はい、失礼しました、まだいるそうです、失礼しました、あんまり関西のこと分かってないな、ウエス、そしてこれですよ、うん、これね皆さん誤解ないように言ってきます、もともとのパノラマカーの白帯車はちゃんと塗装でした、はい、一番最後に残って復活でこの白帯巻いた 7011F、うん、この時はラッピングテープです、なるほど、ということでこれはラッピングです、はいディレクターが横で鼻で笑ってるふんって、ね、何か言いたそうにしてるよね、うん、これテープなのテープね、うん、でもお手軽にできるんだよね、はい、はい、ね、この名鉄ってやつもテープなの、上のこれどうでしょうね、これご存知の方いますか、パノ様パノラマカー、しかも犬山、いや皆さんなんかパノラマカーになったら神様扱いですね、ねえ、うん、うーん、あすいません、あの デポですごい怒られてます、大変失礼いたしました、よし近鉄みんな辞めちゃうんじゃないかと思ってたからね、これ ね犬山橋ね、はいはいはい、ね、わしこれ車で並走したことあるよ、おお。そしてこちらが古都電、はいはい、ね、これもあの京浜急行の線型を京浜急行から古都電に何編成か譲渡したんですが、うん、はい、これはラッピングのはずです、うーん、はい、これを元の塗装に戻そうっていう、なるほど、はい、いうことよく見るとあの帯のところに1081型ってあの番号が、はい、帯で消されてますね、うん、はい、そしてねこれ芸が細かいのはね、左下にね、うん、京急時代の番号がまた1061ですか、これ、あ違いますね、1081だ、なんか同じ番号なんだけど、うん、移設して京急っぽくしてあるんですよ、ここまでやるから本物ですよね、なるほどね、うん、ね、はい、ということで、うん、リバイバルトレインまでご紹介しました、いやまだまだいっぱいあるんだけどさ、ということは2があるの、まあ一応スタートの中に丸1ってつけてあったからね、ということで皆さんいろいろご要望ございましたので、まあ、今日はここまで、あら2あるんやね、はいはい、来月続けて、あ、はい、じゃあ4まで行くの、 5? 知らない、さまざまな角度から見るラッピングトレインということで、ね、予告だけしときましょうか、うん、じゃん、はい、じゃん、予告編じゃん、出た、では次回はラッピングトレインその2ということで、今4まで行きましたので5、ね、イベント催事キャンペーン関連のラッピングからご紹介をしたいと思います、あ、ね、なるほどね、ミャクミャクが作ります、出るね、よく分かりません、うん、出るね、はい、うんうんうん、ということで皆様、はい、まもなく列車は西大垣に到着をいたします、はい、この電車はこの駅まででございます、どなた様もお忘れ物のないようお支度ください、お乗り換えのご案内をいたします、次回なるほどトレインのもう7月です ね7月号は7月の11日、はい、第2木曜日20時30分定刻に発車をいたします、はいはい、特集はもっともっと見たいし乗りたい、あラッピング電車2ね、はい、お楽しみにいただきたいと思います、はい、さあ、うん、皆さんもさっきよりも蒸し暑い今日は、ね、今日虫もたくさん飛んでるし、うん、ね、まさしく蒸し暑い、しまったかな最後に、いやスタッフ逃げてたから、あれれ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 虫が怖いから逃げてたから、はいね、はい、あの今月も本当にはい、たくさんの皆様にご乗車いただきましてありがとうございました、あの満席で終着駅に到着のなるほどトレインでございます、はいね、はい、あのまだまだ暑い日も続きますし、うん、それから
この梅雨入りが遅れてますが、ね、おそらくまあ来週ぐらいには梅雨に入ると思いますので、この土日は雨降るって言ってたよね、うん、そうですね、はいはい、雨対策もしていただきながら体調崩されないようにね、うん、していただいて養老鉄道で楽しい旅をお楽しみください。ではまた来月なるほどトレインでお会いしましょう。また来月なるほどトレインまたお会いしましょう。